どうも、こんにちは、モンさんです。モンさんのメイン PC のアップグレードに際して、自作 PC の組み立てについて解説していきます。動画が長くなるので、数話に分けます。今回は購入したマザーボードのレビューと組み立て前の事前調整を行います。それでは、行ってみよう。最終的な構成はこうなる予定。今回購入したのはソケット AM5 の ASUS ROG B650A ゲーミング Wi-Fi 41,800円。ミドルレンジと言いながらめっちゃ高い。最近のマザーボードは高いね。このボードを選択した理由と詳細仕様は開封後に説明します。まずは開封。箱は白色ですね。 ROG では安い方なので黒じゃないのかな。 Wi-Fi アンテナ。このマザーボードは Wi-Fi6E に対応。電波法が追いついていないので日本国内では使えません。マザーボード本体、ヒートシンクが巨大になってめたくそ重たいです。ROG キラキラカード、キャンペーンのチラシ、シリアル ATA ケーブル2本、結束バンド、 M.2SSD 用クッション材、 M.2SSD 固定ネジ、 M.2SSD 用熱伝導シート、 ROG キーホルダー、マニュアルとステッカー。今回は予算5万円未満で検討しました。モンさんの用途と現在持っている周辺機器を考えると、 PCI Express はジェネレーション3でよく、レーン数も現在使っている X570 の16レーンでも満足しています。ライゼンはグラボと NVMe 用のレーンが CPU から直接伸びているので、各1台分は将来的にも対応できます。チップセット側のジェネレーションを気にする必要がないので、 X670E から B650 のどれでも満足できそうです。予算を5万円未満にするとハイエンドの X670E マザーボードも視野に入ってきます。モンさん的にはゲーム実況や動画編集で長時間負荷がかかる用途なので、 ASUS の ROG ブランドが欲しいなと思っていたんですが、さすが ASUS のハイエンドシリーズ、値段を調べてみたら結構高くて、予算的に B650E もしくは B650 あたりになりました。購入した時は B650E のマザーボードが在庫切れしていたため B650 を買いました。今見るとなぜか価格が逆転しています。マザーボードの詳細を見てみましょう。大型のヒートシンク、それも見たこともないような肉厚のアルミフィン、チップセットや SSD のヒートシンクも相当な厚みのヒートシンクがついています。長時間使用でも耐えられるぞという意気込みを感じられます。これだけヒートシンクが大きくなったのは CPU の消費電力が上がったからです。今回取り付ける予定の CPU は Ryzen 9 7950X3D、 最大消費電力は 235W 前後。Ryzen 9 5950X が 130W 前後なので倍くらいの電力を消費します。 Ryzen 9 7950X が 330W 前後なので、これまでの倍以上の電力消費になります。これに対応できるよう VRM 回路が強化されています。このマザーボードは 60A 出力できる回路が12回路搭載されています。単純計算だと
1.3V×60A で1回路 78W、12回路で 936W 出力可能です。ですから発熱もそれなりに高くなり、長時間稼働でも寿命を縮めない、変換効率を落とさないために大きなヒートシンクで冷やす必要があるのでしょう。このマザーボードは面白い機能がついていました。ヒートシンクが巨大化したことでグラフィックボードのスロットに手が届かなくなったので、リリースボタンがついています。白いボタンを押すとグラボの爪が外れます。面白いでしょう。このマザーボードの特徴は、長期使用を見込んだ電源回路数、連続高負荷運転に対応する冷却機能、メンテナンスを容易にする機能がついているマザーボードかなと思います。では組み立て前の準備をしていきます。まな板に取り付けて BIOS を最新のものに更新します。 Ryzen 7000 シリーズ向け BIOS にバグがあり、 CPU 焼損といった不具合が出ていますので、組み立て前に最新に更新します。このマザーボードは CPU やメモリを取り付けせずに BIOS 更新をできる BIOS フラッシュ機能がついています。簡単に更新可能です。今回はマザーボードの BIOS フラッシュバック機能を使って更新します。 BIOS をコピーした USB メモリを挿してボタンを押すだけです。CPU もメモリも載せずに更新ができるのでとても便利です。操作は簡単で、 USB メモリを挿し、電源ユニットをオンにして BIOS フラッシュバックボタンを3秒以上押すだけです。 LED が点滅して書き換えが始まります。更新に5分くらいかかりますので、ひたすら待ちます。画像では LED の点滅が分かりにくいですね。今回は BIOS 更新まで終わりました。次回から部品の取り付けを行います。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたな。